The
おじいちゃんから全部聞いたわ。大変だったわね。ご苦労様。あなたにこの雪ヶ浜の由来を教えてあげようと思って。違うわ。昔、もう100年以上前のことよ。ここには強く愛し合っている若い男女がいたの。でも身分の違いで引き裂かれた。女の子は悲しみ、この浜に入水自殺したの。遺体は上がらなかった。それ以来、この付近の海で溺れると、絶対に遺体が上がらないようになった。自殺した女の子の呪いだって言われるようになったわ。行ってしまうばかりで、絶対に帰っては来ない。雪ヶ浜って呼ばれるようになったの。でもね、若林さんは帰ってきたでしょ。それって若林さんのお姉さんが彼を守ってあげたからじゃないかしら。
私、この海を忘れないわ。ううん、なんでもない。あ、チエリよ。チエリー、チエリー。